トテロとの戦い、エジプトっていうのはシナイ半島っていうとこがあって、そこはアルカイじゃなくて、そこはイスラム国がいるわけです。イスラム国シナイ半島っていうのがいてです、そこに陣取ってちょっともう領土支配とかしちゃってるわけですね。でそれを戦っていると。誰が戦ってるんですかって、エジプト軍のエジプト兵が戦ってるんですね。なるほど。彼らイスラム教徒ですよ。そうですね。だから世界で展開されてるね、そのイスラム過激派とのテロとの戦いっていうのはほとんどね、その超過激派のイスラム教徒対国を守りたいイスラム教徒の戦いなんですよ。はっきり言ってね。そうなんですよ。で私たちね、イスラム教徒一遍全部まとめてね、こいつやばいやつだとか言っても何の意味もないし、それは現実とは非常にかけ離れているので、私はいや世界のねテロとの戦いとかね、イスラム過激派の戦いの実態ってこうなんだよ、私たちこっちの人たちと仲良くしていかなきゃしょうがないよねって話をしてるってことですよね。まあ実際に今ご覧になっているこのような人物もいることは現実ですけれども、でもご本の中に出てくる、野菜を売っている人とか近所の人とか、そういう人々の生活をちょっとご本の中で覗いてみると、いや普通のところじゃないかと私は思いました。一般の人々だとが印象です。そうですね。なんかそういう人たちはだから例えばだからコーランにね、だから非常にユダヤ人とかね、キリスト教徒とか異教徒、カーフィルとかね、クッファールという概念がある。それはね不信仰者という、信仰のないやつらという非常に強い概念があるんです。そういう人たちは敵である。そういうんだってコーラに書いたから敵であるっていうふうに、そうですね。で思ってるけど、私なんかも完全にねそれに当てはまるわけですよ。だけどじゃあ野菜買いに行ったら、お前はなんかお前不信仰者だとか言って、あっち行けとか言ってやられるかっていうと、全然そんなことないわけですよ。普通に近所の野菜を買いに来るお客さんなわけですよね。なるほどです。で普通にやり取りができると、なんてことはないと。なんなら野菜とか負けてくれるみたいな話なわけですよ。必ずイスラム教一色ではないということですね。そうですね。かなり複雑な。そうですね。そうなんですよ。だから、その普通にお母さんだったり、野菜を売る人だったり、エジプト人だったり、いろいろなね、属性をみんなちょっとずつ持っていて、だから私は今日愛国心の話をしてましたけど、この人たちっていうのはある意味ね、愛国心を失っちゃった人なんです。失っている。そうですね。だってイスラム過激派って。国をなくさないといけないわけです。カリフですね。そうですね。国っていうくくりを全部取っ払って、要は左翼の世界革命に非常に似ていて、世界全部をイスラムっていうもので埋め尽くして、それをイスラム法によって統治しなきゃいけないっていう考えなんですね。だからこの人たちはもうエジプト人っていう、そういうアイデンティティとか誇りとかそういうものがもうそのはるか上にイスラムっていうものがドーンときちゃった人なんですね。愛国心を失っているとおっしゃって、そうですね。特にこの方がもう亡くなったっていう。そうです。こちらも亡くなりました。60で亡くなりまして、でこの方が持っていたのは IS の旗だと思います。イスラミックステートの旗だと思います。そうですね。この頃はまだイスラム国なかったんですけど、彼らが持ってる旗はみんな同じなんですよね。神の他にアッラーの他に神はなしって書いてある旗なんですけど。そういうことです。真っ黒の。そうなんですよね。エジプトの存在を否定しているということですね。そうですね。国の存在を否定しないとイスラム主義者にはなれないんですよね。逆に言うと例えばこの本に出てきた運転手さんとかいるじゃないですか。彼も結構思想的には、結構彼らにちょっと近いところがあるんですけど、彼にはまだエジプト人としての誇りとか、そうですね、愛国心みたいのが、あと家族に対する愛情とかね、そういうものがねまだあるんですよね。それが面白かったです。運転手さんの存在が面白かったです。サラフィです。